町田直樹は地方競馬の川崎競馬場、神奈川県騎士会所属の騎手である。地方競馬教養センター騎士家庭第81期生。1988年に地方公務員の父と会社員の母の間に、次男として生まれた。競馬好きだった祖父の自宅へ出かけた際に共に見た、中央競馬中継によって、騎手を志したが、中学進学後は野球部で、 無欲子としてプレーした。高校受験を控えた中学3年生のある日、身体が小さいことから、再び騎士を目指し教師に相談したものの、地方競馬教養センターの資料を入手してくれたのは、両親だった。教養センター卒業直前に、所属先を決める際、出身地である、宇都宮競馬場を志したが、ちょうど廃止の話が出ていたことで断念。 その際にもギレースを見て指導を受けた佐々木武美から佐々木自身も所属していた川崎競馬場を進められ所属長教師の田辺洋一の妻が遠い親戚だったこともあって川崎所属を希望した勝負服の柄は町田の目標である今野忠明の色違いであるドアを袖白青日本林を希望していたが町田を受け入れた秋山茂美の鶴の一世で 黄色一式になった。この黄色には、注意しろという意味が込められている。2005年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月18日川崎競馬第6競争、シダグレースで、初騎乗。翌4月19日川崎競馬第8、競争影楼特別スフィーダで、初勝利。デビュー当初から活躍し、 一年目には31勝を上げ連対率も2割を超えた。同年には日本プロスポーツ対象新人賞、ナーグランプリ優秀新人騎首相などを受賞した。同年12月には東京2歳優秀品場での起乗を可能にするため、秋山と競技の上で減量騎士会長申請をした。申請は受理され、起乗が可能となった同レースではアーペレーヌで2着となった。 2006年3月20日、第20回全日本新人王総派戦出場。同年東京ダービーを BB ドルネードで優勝し、重賞初制覇が東京ダービーという快挙を達成、18歳にしてダービージョッキーとなる。18歳での東京ダービー制覇は大和田五郎の19歳を更新する史上最年少記録であった。2007年12月6日、 第9回船橋競馬4日目第8、競争ヒーラーギ特別を宮尾義夫で優勝し、1560戦目で、地方競馬通算100勝を達成。2009年4月29日第1回浦和競馬第3日目、第5競争 C36 組、7組条件戦を、しべちゃりャーで優勝し、3187戦目で、地方競馬通算200勝を達成。 2010年4月29日第1回浦和競馬第4日目、第1競争3歳条件戦を、あやかちゃんで優勝し、4596戦目で、地方競馬通算300勝を達成。2011年5月24日、第4回大井競馬、第2日目第10競争のパドックにて、落馬負傷し、当該競争を含む、残りの騎乗予定はすべて、乗り換わりとなった。 4ヶ月の療養を経て、同年9月20日の第6回船橋競馬第1日目第3競争にて復帰を果たした。2013年7月19日第3回浦和競馬、第2日目第6競争 C31 組から3組条件戦をギルトブロンズで優勝し、7874戦目で地方競馬通算500勝を達成。秋山茂美の調教師引退に伴い、 2017年10月1日付で神奈川県騎士会所属となった。ありがとうございます。